YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回は FX ロイヤル350という銃と僕なりのエアライフルの選び方についてご紹介したいと思います。エアライフルっていう言葉を聞くと、空気銃、エアガンっておもちゃの銃のことを想像する人もいると思うんですが、そのパワーは100メートル先の鳥も一撃、まさに許可の必要な銃器です。弾はこんなペレットと呼ばれる鉛の弾ですね。形状もホローポイントとかピアッシングとかあるんですが、狩猟で使うならこのラウンドノーズの形になります。精度が違いますね。それで実際のハンティングでは50メートル先ぐらいの獲物を狙うんですが、獲物を一撃で仕留めるためには獲物のバイタルを狙う必要があります。一撃で致命傷になる場所がバイタルゾーンですね。鳥ならズバリ頭か首です。体は硬い骨とか羽に覆われているので致命傷にはなりにくいですね。でこのバイタルなんですが、腕時計の表示部分ぐらいの大きさしかありません。これを50メートルとか100メートルとかの距離から狙うわけですから、とにかくエアライフルっていうのは精度が重要です。パワーよりも精度ですね。50メートルの委託射撃で500円玉ぐらいの大きさの中にグルーピングするぐらいの精度は最低限度欲しいですね。エアライフルを選ぶ基準としてはまず精度だと思います。それから次の基準としてエアライフルの種類、種類は大きく分けて4種類です。スプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プレチャージ式の4つですね。価格関係なしに私が狩猟で選ぶとしたら迷わずプレチャージです。スプリングやポンプは撃つ前に時間がかかります。私にはこれが問題ですね。圧縮ガスは精度がばらつきます。ガスなので温度の影響がすごいんですね。先輩漁師は銃を温めておかないと使えなかったって言ってる人もいました。もう狩猟で獲物を取ることが目的なら間違いなくプレチャージ式がおすすめですね。狩猟という用途に向けて非常によくできている構造です。それからエアライフルを選ぶ他の基準としてパワーを気にしている人も多いんではないかなって思います。ただ結論からすると、最新のプレチャージ式の銃であればほぼ何でもどんな銃でも獲物を仕留めるのに十分なパワーを持っています。大口径重量弾よりも小口径で精密性を上げる方が捕獲率を向上できるんですね。要は 6.35mm よりも 5.5mm を選んだ方が良いということですね。エアライフルを選ぶのにパワーをあまり気にしても仕方がないようです。であと、いよいよ銃のカタログとかを見ていくと、それぞれの銃でいろんな特徴があると思うんですね。例えば FX サイクロンは販売実績ナンバーワンの信頼と安心、 FX グラディエーターなら大容量シリンダー、それでなんか強そうです。FX のボブキャットは短くて取り回しが抜群、エヴァニクスレインストームは低価格で高機能で費用対効果が抜群ですね。デイステートウルバリンは凄まじいまでの細部へのこだわり、それでいて凄まじく高いです。まあ、こんな感じでいろんな特徴があるんですが、僕が選んだ FX ロイヤル350という銃はシュラウドが大きくて発射音が静かなのが特徴の銃です。どのぐらい静かなのかっていうと、
車に乗ってて目の前で撃っても気づかないレベルの音です。こんな感じですね。銃の横ではプシュッっていう音がするだけです。パンっていう破裂音もするんですが、銃のそばじゃなくて着弾点の方から聞こえます。だから110メートル射撃とかだとこんな感じに聞こえます。いきます。3、2、1。それから見た感じなんですが、これが 5.5 ミリのバージョンで、こちらが 6.35 ミリのバージョンですね。 6.35 ミリの方がシリンダーや全長が長いです。ここがかっこいいって個人的に思って 6.35 ミリの方を選びました。結局最新のプレチャージならどれを選んでも捕獲できるって思ったので、基準は完全に音、そして見た目の好みですね。ただ後々考えて 6.35 ミリにしておいてよかったって思ったのは、獲物が取れない時に銃が悪いんだって思うことが全くないことですね。 6.35 は獲物を倒すパワーは十分、獲物が取れないのは全部自分の腕の問題です、そう考えることができます。ただ弾速が 5.5 ミリより比較的遅いので、ドロップの量も大きいですから、遠距離では 6.35 の方が 5.5 ミリよりも当てるのが難しくなります。捕獲率を考えると 5.5 ミリが王道であるっていうことは間違いないでしょうね。まあいずれにしてもこの銃を選んで良かったですね。他のにしておけば良かったとは全く思いませんでした。 FX ロイヤル350 6.35 いい銃ですね。ちょっと一般論でなく持論が多すぎましたが、これからエアライフルを買おうかなって考える人に、こんな動画ですが参考にしてもらえれば嬉しく思います。